フラサービルはアメリカ合衆国カリフォルニア州北部エルドラド郡の都市であり、同郡の郡庁所在地である。2000年国勢調査での人口は9610人だったが、2010年では1389人と8.1%増加した。サクラメントアーデンアーケードローズビル大都市、統計地域に属している。1848年に近くの頃まで、 ジェームズ・ W ・マーシャルが金を発見して、カリフォルニア・ゴールド・ラッシュが始まった後、現在プラサービルと呼ばれる小さな町は、鉱山市が乾燥した土を荷るまで運び水流で、金と土を分離した方法にちなみ、ドライディキングズと呼ばれていた。その後の1849年、数多い公式刑がここで行われたので、最も歴史的に通った、ハングタウンという名をもらった。 1850年までに禁止同盟やいくつかの地元協会がこの町にもっと優しい名前をつけるべきだと要請するようになった。その名前は町が1854年に法人化されるまで変えられなかった。プラサービルが都市になった時、カリフォルニア州では3番目に大きな町だった。1857年、当時のコロマからプラサービルに軍庁所在地が移され、 現在に至っている。プラサービルはマザーロード地域の最高作業の中心となった。街には人や物資の輸送、宿泊、金融及び市場や雑貨店など多くのサービス業があった。硬い岩盤を掘った歴史は露店で近づきやすいゴールドバックパークマインが証拠となり、現在はツアーと書籍のある博物館になっている。 サザンパシフィック鉄道がかつてサクラメントからプラサービルまで伸びる視線を持っていた。この線路は1980年代に廃線となった。神のプラサービルタホコ鉄道も1986年6月17日まで、神のとプラサービルの間で運行された8マイルの短い路線だったが、現在は廃線になっている。2007年3月29日時点で、 延長52マイルの通行券がフォルサム市によって買収され、18マイルの区間が修復された。この線に沿って観光客用の周遊列車が検討されている。町で最初の郵便局は1850年に開局された。プラサービルは北緯38度43分47秒、整形120度47分55秒。 国位38.72972度整形120.79861度、38.72972-120.79861に位置する。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は5.8平方マイルであり、すべて陸地である。アメリカ国道50号線がカリフォルニア州道49号線と交差するところに、あり、 他では高速道路である修道がここだけはいくつか、交通信号がある。標高は2187フィートであり、シエラネーバダ山脈の麓丘陵に位置している。プラサービルの冬は冷涼で雨が多く、夏は暖かく大半は乾燥している。1月の平均最高気温は、下市53.24度、最低気温は、下市32.5度である。七月の平均最高気温は、 歌詞92.7度、最低気温は歌詞57.2度である。年間平均で下詞90度を上回る日は65.7日、歌詞32度を下回る日は61.3日ある。過去最高気温は1911年7月4日の下詞114度、最低気温は1972年12月9日の下詞8度である。 年間平均降水量は38.11インチであり、計測可能な降水日は平均して年間66日ある。最も雨が多かった年は1983年で74.55インチ。雨が少なかった年は1976年で11.85インチだった。1ヶ月間の降水量が最も多かったのは1955年12月の23.29インチ。 24時間雨量で最も多かったのは2000年2月14日の6.22インチだった。2009年12月7日、8時間の単一暴風雪で記録破りの降雪量を記録した。プラサービル中心街では21インチ、町の郊外では30インチの降雪があった。また12月9日の夜には過去の記録に並ぶような下肢14度を記録した。 プラサービル地域に降る雪はちらつく程度から1回の風雪で6インチも積もる場合まである。通常都市では9から12インチの降雪がある。プラサービルの歴史的中心外では年平均で9.7インチの降雪がある。市役所以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。プラサービルにはアメリカ合衆国国家歴史登録罪に登録された。 いくつかの建物がある。プラサービル東部の地域はアップルヒルと呼ばれ、品質の高いワイン生産の中心地となってきている。地域で著名なワイン醸造所としては、クリスタルベースン、ボージャー、ラバキャップ及びグラナイトスプリングスがある。この地域では、シエラネバダ山脈のかなり高度の高い地域で、栽培されるブドウにより、明るい香りがあり、明らかに微妙なワインを作ることで著名である。 カリフォルニア州議会では上院の第1及び下院の第4選挙区に属している。連邦議会下院ではカリフォルニア州第4選挙区に属し、クック投票動向指数では共和党プラス11となっている。2010年時点ですべて共和党議員が務めている。プラサービルの小党プラサービルで出土した金の標本随章の決勝プラサービルは 金の町としてその歴史が始まった。初期に呼ばれていた町の名前はドライディキングだったが、これは金を水で選別するために土砂を運ぶ必要があったからだった。後にはハングタウンとも呼ばれた。無法状態のために街で多くの公式刑が行われたからだった。プラサービルは何度か名称の変更を経験した。19世紀半ばではブラッドガッツで始まった。開拓者。 特に大半は女性がその引キリスト教的な名前に苦情を言いハングタウンに変えられた。それが数年間は通用してから現在の名前に変更された。この地域を旅する者たちは公開処刑に使われた古いハングマンの処刑台を今でも見ることができる。これは通りの標識にも見て取ることができる。かつて火事を知らせるために使われていた消島がメインストリートにあり、 地域のランドマークとなっている。市内ではマウンテンデモクラット紙が発行され、またマーシャル医療センターがある。プラサービルはゴールドラッシュ時代の歴史的な地域社会であり、そのために当時から続く古い建物が多くある。メインストリートを歩くと多くの歴史標識があり、当時の出来事や特定の個人に関する重要な地点であることを示している。カリフォルニアと アメリカ合衆国中西部や東部を結んで郵便を運んだポニーエクスプレスの経路上にもあったが、これは短命だった。ポニーエクスプレスは最終的により効率的な鉄道輸送に道を譲った。鉄道の視線は決して放棄されることなく、1996年にはサクラメント軍、フォルソム及びエルドラド軍が構成する合同動力校舎が、 ユニオンパシフィック鉄道から1400万ドルで購入した。フォールソムからプラサービルまで全長35マイルの線で歴史探求列車を走らせようという団体があったが、1985年にはその運行が停止された。その地域にはマウンテンバイクや乗馬のための道も存在する。市内は日本の主要高規格道路が通っている。アメリカ国道50号線は、 西のサクラメントから東のサウスレイクタホを結んでいる。カリフォルニア州道49号線は南北に通じており、シエラネバダ山脈六丘陵部の諸都市を結んでいる。市内にはプラサービル空港がある。この近接した空港は4200フィートの滑走路があるが、現在は商業便が発着していない。 長年の間に特に現在のメインストリートで多くの著名で影響力ある人々が店舗を持っていた。歴史上の人物現代の著名人、ありがとうございます。